クラッシュは、1996年製作のカナダ映画、デビッド・クローネンバーグ監督、J.G. バラードによる同名の小説が原作となっている。カンヌ国際映画最新サイン特別賞を受賞。自動車事故により性的に興奮する人々を描き、カンヌでも賛否両論を引き起こした。日本国内で公開されるにあたっては、エイリンから性描写が問題視され、 成人映画の適応を受けた。カナダのトロントで CM のプロデューサーをしているジェームズは妻キャサリンと検体期を迎え、夫婦は普通のジョージでは快感を得ることができなくなっていた。ある日ジェームズは空港へ向かう途中のハイウェイでよそ見運転からの交通事故を起こす。事故の相手であるレミントン夫妻の夫は死亡し、妻のヘレンとジェームズは同じ病院に収容された。 病院内でヘレンに出会ったジェームズは彼女に付き添う男ボーンから事故の写真を見せられる。夫の死に平然としているヘレンに妙なものを感じながら彼は自分の事故車を見に行き彼女に再会する。ヘレンはジェームズとボーンらが催す交通事故に性的快感を覚えるクラッシュマニアの会を結びつける。最初は興味はないとしていたジェームズだが だんだんと自動車事故に見せられていく。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。